こんばんは。ギフトが変わってる。七夕かな。服部さん会いたい、ありがとうございます。うどむさんも会いたい、ありがとうございます。あ、牛、服部さん、熊、ありがとうございます。うどむさん、流れ星、ありがとうございます。服部さん、牛、ありがとうございます。ヤスルパンさんも熊、ありがとうございます。ひとしさん、宗広さん、短冊、ありがとうございます。七夕だ。たけるくん、会いたいギフト、ありがとうございます。ちゃんとアバター丸になってるじゃん。キキララ、七夕っぽい。アキアンさん、短冊、ありがとうございます。宗広さん、クワトロさん、ありがとうございます。今朝の大雨で電車が止まって会社休みました。大変。そんなに？ちょっとソファーは傾いてない。ソファー傾いてたら座れないよ。雨大丈夫でした？もう止んでる。今日はレッスンが夕方からだったから特に濡れず、私が出た時は濡れずでした。たけるくん、星、ありがとうございます。キキララいつも一緒におらんて。確かに。でもさ、織姫とぽいじゃん。朝方の警報音、私ね、鳴らなかったんですよ。ビキヤくん、牛、ありがとうございます。牛で合ってるのかな、それ。お牛かな。お牛、お牛さん的な。宮島でしかだとあんまり良かと思ったけど諦めた。めっちゃ降ってた。お昼、お昼寝てたんだよね。いや、鳴らなかったんです。その時は起きてたんですよ。3時とかでしょ。だからサラピーから連絡来て、警報がうるさすぎて起きたみたいな。え、私鳴ってないよみたいな。起きてたから鳴らなかった、私の携帯。3時半とかでしょ多分。3時とか。携帯なんか鳴らなくていっぱい調べたんですよ。そう、警報をオンにしている、鳴らないみたいな。でも分かんなかった。見よったけんかな、 TikTok。 夜中は酔ってたので分かりませんって。どんなに飲んだんや。そう、鳴らなかった。私の携帯はマナーモードにしとったけんかな。それか起きてたから。こんばんは。ワイも携帯鳴らなかった。だよね、なんでだろうね。パセリも鳴らなかった。よくわからんよね、鳴る人と鳴らない人の基準。ちゃんと全部オンにしてたのに、確認したら。
地域設定わかんない。でもまあいいや。緊急地震速報が鳴るので地震だけ鳴ってくれればもういいやっていう。なんか寒くない？あ、いや27度ある。寒いわねって。寒いよね。寒寒。ゆきりかの部屋、広島の平均気温より毎回高い？室内だからじゃない？27ある。外はもうちょい寒いんかな。外めっちゃジメジメしてたよね。さっきね、洗濯から帰ってきて、コインランドリーから。なぜか寒い。部屋あったかいのに寒い。やーくん、会いたいギフトありがとうございます。一瞬この背景がさ、七夕じゃなくて雪景色かと思った。配信つけた瞬間雪って思ったけど雪じゃなかった。うのむさん、短冊ありがとうございます。バイライまだ見てない。いつからだっけ。雪の結晶かと思ったら、なんだ、星ってことか。コンペイトーみたいな。ヤスルパンさん、会いたいギフトありがとうございます。メール今日から取ります。ぜひ、月始めなのでぜひ1日からメール取ってください。国連パサランさん、会いたいありがとうございます。服部さん、パフェゼリーありがとうございます。7月15日からパルコでお化け屋敷が始まる。マジ？誰と行こうかな。リコチ行ってくれるかな。なっちゃんもサラピも NG なんよね。アリスガーデンで待ち合わせ。行きましょうかって。寿命縮まるよ。そうなんだよ、去年も結局誰も行かなかったから。まあいいや。そう、サラッピとなっちゃんお化け NG なので。こんばんは。メーカーよ。リコチはうるさそうだよね。確かに。健康な食生活ですでに縮んでます。寿命。
3人でも嫌だって言ったんですよ。3人の時に聞いたらダメって言われた。ね、2期生まあ誰か誘ってみよう。こんばんは。昨日も見てサラユキの関係好きになってきました。サラユキ、サラユキなのか、私とサラピ。サラユキ仲いいんですよ、プライベート友達。あ、意外とアイコ言ってくれるかもね。アイコ、今日はジメジメして暑かったから髪の結んでいます。吉宗、ね、ピの手紙っていつ気づきましたかって。え、普通にいつっていうか、最初からいつだろう、気づいたっていうかサラピだろうなって。こんばんは。そう、読む前から分かってたけど、サラピって。読む前。こんばんは。進学の会話とかでも、まあサラピだろうなとは思うよね。サラピか、サラピじゃなかったらアイコかなって感じなので、まあサラピしかおらんよなっていう。サラピ否定しまくった。でもそう、サラピって聞いてみたらふざけて、いや違う、そうリコチにも聞かれたとか言ってて、だからリコチが聞いたということは、あの生誕以外に台本行くんですよ、あれ。生誕以外の人に台本が行くんですけど、だから手紙読む人は誰みたいなの決まってる台本だから、リコチが聞いたということはそれを見てサラピが読むから、サラピが書いたのって聞いたんだろうなってなるじゃん。サラピが読む役だから、サラピが書いたのって聞いたんかなって。そう、他の人にも言われたって言ってたから、他の人はそのサラピが読むのを見て、確かにリコちゃんないか、そうサラピに聞いたんかなっていう。まあでもサラピだろうなって思ってたけど、元から。だからそれで、まあ まあそんな感じです。
来年マリコチが書いてくれるらしいので、ウクレレでやってもらわなきゃな。ドタキャン、やっぱ書くのめんどいからやだ。文吾さんありがとうございます。確かに前日にドタキャンされてないかもしれない。まあまだ1年あるからね。めっちゃドタイプやった。韓国の動画からだよね。あのプレゼント応募がありますので、 TwitterX 見てください。韓国のお土産セットか、韓国で撮ったプリクラを5名様に。カメ子写真撮りたい？カメ子さんなの？ユキリカからユキリカへ。そう、プリクラとか X を見てください。私のっていうか引用したから、まあ私の。こんばんは。そう、引用はダメ、フォローとリツイート。こんばんは。今夜はうな丼いいな。うなぎ食べたい。うんな。引用でいいよ。まあ引用もしといたら効果あるかもしれないじゃん。目に留まりやすいかも。どうやって決めるか分かんないけど。だから。リップとかも送っちゃってやれることは全部やっといてみたみたいな。とりあえずフォローとリツイートだけでいいから。でもまあ引用とリップとかもしといたらプラスね。引用とリップしてダメなことはないし、まあしといてもいいんじゃないですかね。追加だから、とりあえずまあフォローとリツイートだけでいいけど、追加。韓国のプリクラは加工がないです。ノーマルで出てくる。日本のプリクラはめっちゃ加工されるじゃん。目でっかく、顔ちっちゃくみたいな。韓国のはそのまま出てきます。写真撮影って感じだね。韓国の男性綺麗？それはでも韓国ドラマとかで見てる話じゃないですか？期間まだまだ。昨日の生誕祭入りました。ありがとうございます。
今日の前髪適当、今日レッスン後です。前髪加工したらイケメン、無加工で勝負しよう。でも加工得意ですよ、全然みんなの写真は加工できるけど、加工得意。イケメンに、マサさん会いたい、ありがとうございます。加工したら前もイケメンになりますかって、まあ、そういう加工したらね、加工は何にでもできるんだから。顔削れるし、目も変えれるし、鼻も変えれるし、口も変えれるし。え、ドールの冷凍バナナ知ってるよ。300円ぐらいのやつでしょ。ちょっと欲しいけど、まあちょっと欲しいぐらいの気持ちです。どの辺加工したらいいですかねって、うん、まあ仕分けしとかじゃないですかね。サラピの態度、いや、チョコバナナなんですよ。ドールの冷凍チョコバナナなんです。アイス。冷凍バナナじゃないんですよ。チョコバナナアイスなんです。ちょっとバズってた、ちょっと前に。2週間前ぐらいに。バナナアイス、ファミマで売ってる、そうやつが。生誕お見送りでめっちゃ手振ってくれてありいてね、なべさんの隣だった。そう、ファミマでしか売ってない。メール取るにはコメント読んでほしい。読んだよ。ファミマでしか売ってないやつ。いや、今日はね1日なのでお昼は丸亀に行きました。うどんのドーナツあったけど、あの今バズってるやつ。でもうどんのドーナツは買わなかった。そうか、まあ、牛丼ね、ちょっと迷ったけど買わなかった。うどんなつ、うどんなつ、そうか、まあ、牛丼がね半額なの。めっちゃ混雑してる。都会はやっぱそうなんかね。広島は全然並んでないです。ドーナツもたくさん在庫あった。並盛り、うどんシェイクは食べたことない。まだあるの？もう終わった？最近聞かないよね。ドーナツ今度買ってみようかな。さすがにうどん食べた後だったからドーナツいらないってなって。
ドーナツは買わなかったです。昨日話題に出さなかったから揃わないかと思った。1日に仕事がなかったらうどん行きます。毎月でも野菜のかき揚げが目の前で売り切れて、ちくわの天ぷら、ちくわの揚げ物天ぷらだけにしました。野菜のかき揚げ食べたかったけど一個前の方で売れちゃってまあと思いました。だからちくわを食べました。あとおにぎり、明太子おにぎり。でもちくわもでかかったですよ。長い。かき揚げ食べたいかったよね、玉ねぎ。逆に揚げたてもらえるチャンス？そう、でも揚げたてを置いてるの見えたんだけど、さすがにもういいやと思って。後ろにもおばあさん待ってるし。後ろにも並んでる人がいるからさ、待てないじゃん。もういいやってなって。後ろのおばあさんはドーナツだけ買いに来てたね。忙しそうにしてるから言えなかった。そのかき揚げってあったんですよ。次出される用意されてた野菜のかき揚げあったっちゃったけど、まあ忙しそうだし並んでるし、もうちくわでいいや。そう、私の後に来てたおばあさんはドーナツだけ買いに来てた。頼まれたんかな、自分用かな、わかんないけど、ドーナツだけだからさ、ドーナツだけ取りに行ったらいいのに、ちゃんとうどん待ってる人の後ろに並んで、うどん何にされますかって聞かれて、ドーナツが欲しいんですけどって言ってた。全然ぬか、うどん待ちの人抜かしてさ、ドーナツ取れるのにしっかり並んでて、ドーナツはね、あのそのかき揚げとか置いているところに、そう置いてあるんよ。やけん取ってレジ行くだけなんです。だからうどん注文の列にわざわざ並ばなくても、それをうどん待ってる人を通り越してドーナツ持ってレジ行けるんですよ。そうでも知らずにうどん待ちを全部待ってる方もうね、まあ時間あるならいいけどね。お皿は持ってなかった。私も釜揚げ食べたよ今日。そうトッピングコーナーの横ぐらいとかにあるとか、レジ横とか。りょうぴょんさんかわいい、ありがとうございます。明日行ってみますね。今食べたくなった。私も明日は分かんないけど、まあ行ってみよう今度。ああいうドーナツって美味しいよね。丸いドーナツなんですよ。パン屋さんとかにたまにある。穴が開いたドーナツじゃなくて丸い塊のドーナツ。お一人様3袋まで。そうなんだ。いやでもあれ粉があるんだよね、カレー味と
きなこ味、粉かけんかったら味ないんかな。どっちの粉も好みじゃないんだけど。ピオリンめっちゃ並んでた。そうピオリンはね朝一で並ばないと。味ないんかな、やっぱ粉フランと。へえ。きな粉かカレーです。きびだんごか、きびだんご、きび砂糖。え、やっぱ味ないか。サーターアンダギーみたいな味がいいよね、何もかけなくても。きびだんご、きびだんごか。昨日サーターアンダギー食べました。どこで食べれるのサーターアンダギーって。日常的に。うドーナツのことならっちゃんに聞いてみて。食べたって言ってた。昨日食べてないって言ってたよ。今日行ったんかな。私が明日は1日だから丸亀行くんだって言ったら、ドーナツあるよねってなっちゃんが言ってて、そうそうって話したんです。昨日の段階では食べてなかったけど、今日行ったんかね、どうなんだろう。カレー粉ときび粉を入れる。両方、両方入れたらどうなるんだろう。カレーときび。沖縄のアンテナショップあると売ってる。あのサーターアンダギーはさ、あそこに売ってるイメージある。そごうの地下の、そごうの地下。キビカレー砂糖菓子。そごうの地下とかのおかずコーナー一回見たんよね、昔。なんかデパートの地下の食材コーナー、そうデパ地下にある。食べたくなってくる。今日はね、そしてプレゼントを受け取ってきました。事務所に行ってレッスン後に、今日はねレッスンが2時間半ぐらい巻いたんですよ。3時間レッスンが。だから無事折れました。そごうと福屋はどっち行きますか。そごうかな。福屋あんま行かない。そう本来21時までの予定だったんですけど、巻きに巻いて2時間半ぐらい巻きまして、そう巻いたらちょっと嬉しいよね。プレゼント受け取ってきたよ。どれから開けようかな。とりあえず一番上から。何人から来てるんだろう。じゃーん。そう配信早まったの、そのため。普通に9時ぐらいに終わって10時ぐらいからするかと思ってたけど、めっちゃ早く終わったから、じゃあ早くしようと思って。早めた。
あ、そうそう、 2回ぐらい変わった。そうそう、だから9時に1回したんやけど、いや8時半でもいけるなと思って。誰かな、すごいモールで、モールモールって懐かしいな、久しぶりに発した言葉、これモール。なんだろうこれ、じゃん、小分け。まっさらの赤と模様入りの赤、こっちから、こっちから、え、これは、これも、これは違うか、こっちから見よう、手紙っぽいのが入ってるから。ほら、ウッチーさんだ、チーユカバ。すごい、新しい手紙見て、ハッピーバースデー。混ぜられてはないと思う、これウッチーさんのじゃないかな。気持ち、アームカバーだ。ウッチーさんは昨日はいなかったかな。アームカバー、マイメロ。マイメロ。マイメロのアームカバー。しかもこれ私今日見たお店で。ちょうど今日見て甘いメロあるなと思ったけど、まあアームカバーあるけんまあいいかと思って買わなかった。そう今日見た、そう悩んだんよ、だから値段も知ってる。そうそう一瞬、ま、悩んだんですよ、買おうかなと思ったけど、この前買ったしなと思って、イエーイ手に入った。アームカバー、日焼け対策、焼けないようにしなきゃね。やったー、しかもこっちは冷たい素材、Nクールみたいな、ロング丈。そしてなんか手紙がめっちゃある。日焼けしたくないけど尾道で日焼けしちゃって、もうちょっとピエンって感じ。めっちゃ手紙書いてくれてるんだけど、すごい。奈々さん短冊ありがとうございます。かわいい栗まんじゅう、こんなんあるんだ、え、かわいい、見て、メッセージカード、初めて見た栗まんじゅう、ハッピーバースデー、かわいい、こんなんあるんだね、ちいかわの。めっちゃ可愛いじゃんこれ。
ね、かわいい。かわいい。栗まんじゅう。これはお手紙かな。これはウッチーさんセットだ。書いてる書いてる。数量限定のスイカのカードやって、あれすご。今日ちいかわのバースデーカードを見つけました。遅いな。でもなるほどね。これは？お誕生日おめでとう。猫。すごい、いろんなパターンでポストカード。猫。これは猫。あ。これね。これだ。その猫かぶっちゃったかもですって言ったよね、確か。かぶってないよ、ギリギリ。まあ、本人いないけど今。でれーね、前に言ってたよね、これをさ後ろに飾ってたらさ、その猫かぶってしまったかもですって言ってた猫だ。かぶってない。ちょっと飾れない。確かに24って入ってる。全年齢あるんかな。すごくない？確かに。すご、全年齢売ってるのかな。こんな感じですね。あ、ちいかわのうさぎもある。30ぐらいまではありそう。え、もうちょっと上も。あ、猫猫。で、これはイニシャルキーホルダーだ。おしゃれな、かわいいね。開けよう。お、すごい、お花、お花が入ってる R のキーホルダー。お花入り。あ、シールタイプ？そうなのかな。かわいい。 R どこにつけようかな。家の鍵こういうのって鍵につけがちだよね。家の鍵かな。そっち行くわ。そしてあ、え、すごっ、見て自分だった。なんだろうって思ったら私だな、これ。あ、キーホルダーってそういうこと。キーにホル、キーすごっ。似てるよ、これは。かなり、多分顔の余白とか、ね、プレゼント今頼んでるんですみたいな言ってくれてて、オーダー中みたいな。
まあ似てるんじゃないですか割と。結構リアルじゃない？あんま美化されることなく結構リアルに書かれてると思う。キーホルダーですね。なんかどこにつけようかな。家の鍵？似てるかな。美化されてないバージョン。ね、すごい。どこに飾ろう。ここに置いとこう、とりあえず。そしてポーチ、メイクポーチ。マイメロメイクポーチー嬉しい。私のメイクポーチね、今めっちゃでかいからちょっと小さめのメイクポーチがね欲しいところだったんですよ。ほら、これ今のメイクポーチなんですけど見て、激デカなので小さめのメイクポーチ。あ、これもポーチ、ポーチとポーチだ。マイメロありがとうございます。なになに、てな感じでかわいい。フリフリ女性からって感じのプレゼントだ。これか。ありがとうございます。うっちーさん今いないけど、サラピにね、なんかタンプで今年、タンプで今今年何が欲しいって聞かれて、サラピはね毎年聞いてくるタイプなんですよ、物を具体的に。そう、何でもいいよとかじゃなくてピンポイントで何でもいいからみたいな、もうチークとか何でもいいからピンポイントであげてみたいな。そう、それで私小さめのポーチって言ったんですよ。そうだから、あ、まだもらってはないけど、そうだから小さめのポーチが欲しかったんですよ、メイクポーチ。本当に続いて、じゃあこれ変更しましょう。え、もう買ってるんじゃないかな、まだかな。でーん、これあ、透けて見えるけどさ、これさやかりにも送ってなかった？これさやかりんが見てた気する、事務所で。あ、これあと、うん、透けて見えるわ。あ、戻しとくね。じゃあさやかりんが見てて、え、それめっちゃいいじゃんと思ってたんですよ、横から見て。昨日のセーターありがとうございました、ありがとうございました。じゃあどれだ、え、そう、事務所でプレゼント開けるタイプの人もいるんですよ。そうそう、だからたまたま見えてて集合してプレゼントみんな開けるんですよ。だから、え、そのプレゼントめっちゃいいなって思ってたやつだ、横から見てて。どれ、じゃあ、え、なんかめっちゃ大きいやつある。靴？これ違うかな。あと2袋あるんですよ。このコインランドリーに持っていけそうな大きい袋、
袋。あ、靴は自分か。じゃあ違うな。コインランドリーに持っていけそうな袋はウドムさんってこと？じゃあ違うな。本当だ、ちいかわ。緑、これか。あ、これ。こんばんは。青い袋はないよ。いつもの。なんだろうこれは。お、何個かある。なんかタンプレもあったよね。ケロさんと見合いしないように。見合いはしてないよ。豪快に開けてたからケロさんが普通に。あ、見て、この前引っかかったやつが戻ってきてる。金額オーバーで NG となっておりましたが、購入証明スクショで判断いたしましたのでお渡しいたします。だって、へー、帰ってきた、イエーイ。タンプレすごっ。ちゃんとね。そうだそうだ、顔の、そうだよね、小顔のやつだったよね。そうだ、小顔グッズが引っかかった。イエーイ。あ、部屋が映る。小顔ローラー、わーい、小顔になれ。リファ持ち歩こう。より綺麗になってください。小顔になるように頑張ります。嬉しい。とりあえず戻して、続いて。だいぶなった？マジ？もうなった？早っ。効果。続いて、じゃあこれ開ける順番ある。お手紙、あ、お手紙は入ってるって言ったよね。これか。なんか面白い手紙だな。答え待ってますね。ちょっともうちょい丁寧に読むわ、後で。チラッとは読んだけど、チラッとは理解したけど、もうちょっと後でじっくり読むわ。確かにね。そうだね。じゃあこれ、これはじゃあファイルってことかな。ちいかわの収納のだよね。あのご当地ちいかわの、ご当地ちいかわのファイル。ページいっぱいある。ありがとうございます。
今のファイルがいっぱいになったらこれに入れよう。キーホルダー収納ファイル、ちゃんとそういう名前なんだ、すごっ。同じやつではないけどキーホルダー収納ファイルだって。絶対こっちの方がしっかりしてるよね、私の100均だもん。ね、後半戦で使います。しかもしっかりしてそう。そしてこれでー、何が出るかな。お、え、おまけ、これ収納ケースみたいな。収納ケース、私言ったっけこれ欲しいって。収納ケースでーん、収納ケース、え、そう、ちょうど欲しかったんですよ。言ったんかな。そう、私机の上が結構荒れてるからこういうものに収納して、収納しなきゃなって思ってたところです。でも買ってなかった。そうなんですよ、机の上がすぐ荒れる間なのでこういうやつに入れてね、整理しなきゃなって思ったんです。3週間前ぐらいに言ってないんかな、どうなんだろう、わかんないけど。化粧水とかさ、なんか机の上に普段使うものをさ放置しがちじゃん、使って、無比とかさ、そういう系の、それをこれに入れてまとめたらいいんだよね、机の上が綺麗になる。イエーイ、しかも忘れてた、欲しかったけど忘れてた、ありがとうございます。そう、化粧水とかコットンとか普段使うけど、欲しかったけど忘れてたもの。机の上って荒れるじゃんね、机の上だけじゃないけどさ。ということで続いて赤か、これはもう一つもそれつながり。いや、これは知ってるようだから、私はさやかりの見たからね。でこれメイク収納できるやつでしょ。これめっちゃ鏡だった、危ない。そうか、それそうだよね、メイク道具をめっちゃしまえて、そう、ここにね鏡がついてて、そう、ここにね鏡がついてるんですよ。でこんなにね、こうやってか、こんな感じでメイク道具を収納できるし、ここでメイクもできるっていう超素晴らしいものなんです。
ケロさんよりいいやつ。マジ？ケロさんもちょっと縦長だったっけ。そう、鏡台になる。だから家用のメイクとかこれでできる。家用のメイク道具ここに置いといて、この鏡を見ながらメイクする。鏡台みたいな、メイク台みたいな。そう、めっちゃいい。じゃあ化粧水とかこっちに入れたらいいのか。イエーイ、これめっちゃ嬉しい。しかもさやかりが開封したの見てて、ああいうの欲しいなって思ったから、私も昨日ああいうプレゼント欲しいなって思ったところだったから、そう、昨日そう、ドレッサーみたいな感じ。これもドレッサー、こんばんは。欲しいなってもの多くない？え、そうなんです、私欲しいもの多いから。だから物多いんですよ。欲しいもの多いです。あ、そういうの欲しいなって思ったんですよ昨日ね。でもなんか自分で買うほどじゃないから、もらったら超嬉しい。なんかまあ別に買うほどでもないかって感じでもあるけど、なんかそうすぐ欲しくなるんですよね。だからね、だから物も増えるし、でも逆に流行りも追ってる。あ、それ最近新作のみたいな。なっちゃんと同じタイプです。こんな感じ。じゃあ続いて、続いてはこちら、ポケモンの袋に入ってますね、ミキヤくん。なんだ、セレモニーの横断幕。それはまだ届いてないな。あ、届いてる？あ、待って、てかフランフランのもある。フランフラン、あ、これは違うか、違う人か。生誕の弾幕はまだ届いてない。昨日のは持って帰ったよ、実家に持って帰る。まずこちら、恐竜のバルーン。どうしよう、後で膨らませよう。トリケラトプス、後で膨らませよう。時間を2階から垂らそうかな、家バレちゃう。そしてカープのシナモン、これなっちゃん黒み持ってた。カープ、なっちゃんが黒みカバンにつけてた。カープコラボしてるの、サンリオが。え、これカープだよね。シナモン、行ってるの、カープ行ってはない。そして続いて
T シャツ、独特な T シャツ。でん、R、 ロケット団。そういうこと、なんか見たことあるって思った。ヤッターマンかと思ったらポケモンか。ポケモンね、うわー、分かる人にしか分からん。なんかのアニメのやつやと思ったらヤッターマンかと思った。なんかアニメのやつ、分かる人にしか分からんね。面白いね、これ着ていって誰が分かるんかな。ポケモンだわ。すごい、なるほどね。レッドリボン軍ね、何かのアニメって分かったけどポケモン分かんなかったわ。確かにロケットだね。なるほど、いつか着ていこう。絶対イニシャルだと思われるよ。私のイニシャル T シャツ着てるやんって思われる、絶対みんなから。続いて出ました、ご当地チーターの袋。さて、あ、めっちゃある。そうね、私もイニシャル T シャツかと思った。めっちゃシンプルなイニシャル T シャツやと思ったら、お、尾道ラーメン、安定の定番の尾道ラーメン。シャチホコ名古屋、へえ、名古屋すごい、名古屋行ったの？名古屋。あ、みかん。お土産屋。みかん。たぬき。滋賀。滋賀のたぬき。たぬきは持ってないね。たぬき。たぬき。みかん愛媛。京都。新選組、三重、エビ、エビ、あ、ちゃんとっていうか全部八割れ。そして大阪、あ、うさぎだ。またちいかわかと思った。ちいかわのね、たこ焼き2つあるんですよ、いっぱい。ありがとうございます。あとでファイリングしよう。めちゃくちゃ何件か埋まったよね、これでチェックしとこうかな。あ、お母さんから連絡来てるんだけど、その風船今日買った、ピンク、ピンクの今日買った。まあまあまあ、ピンクだからね。今日は見てるのか。まあ後でファイリングします。ありがとうございます。今日ねちょっとちいかわ探したんですよ、家にある。前に送ってくれてたファンが、ファンの方がファンの方が送ってくれてた、呼び捨てちゃった。送ってくれてたちいかわを探したんですよ。とりあえず2個見つかったの。でん、ファンが送ってくれた、ファンの方が、これと、あと山口が見つかりました。埋まってなかった。いや、私何か言おうとして間違えたんですよ。でん、そう、ちょっとだけ見つかった。まだでもちゃんと探してないけど、とりあえずパッて見つかったのがこの2つ。
ファンが送りつけてきた最悪じゃん、超柄悪くなってるじゃん。ちいかわが見つかったって言おうとしたんか、何かが混ざったんですよ。そうよくないね、なんかよく混ざるんですよ。なんか言いたい言葉と喋ってることが違うことがあるから、ちいかわが見つかったからなんか言おうとしたら、ファンの方が送ってくれたちいかわが見つかったそうって言いたかった。ね、最近多いわ、ちゃんと脳を働かせないと。これ見つかったやつ、そう、喋ってることとね頭で考えてることが混ざるんですよね。あ、すみっこ暮らしもあったよ。でもすみっこ暮らしは違うので、そう、脳働いてないときは混ざる混ざる。よし、こんな感じですね。ありがとうございます、たくさんちいかわが集まりました。日本地図を塗りつぶしておきます。あとでいっか、ファイリングするときにしよう。ファイリングするときにします。やっぱりこんな感じ。どこのやつ持ってる？もう結構持ってる。まあ今やろうか。じゃあみかん、これ和歌山？愛媛じゃなくて？あ、本当だ、和歌山だ。すごい、ちょっと違うなって思ったんだよね。でもみかんだから愛媛かと思った。なるほど。マップを編集。じゃあとりあえず今日見つけた山口と箱根、箱根、山口、山口、山口、そしてこれは大阪は。箱根は神奈川、京都、京都とか埋まってたか。三重、あ、三重ない、三重、神奈川、あ、神奈川埋まってない、神奈川、尾道、広島ね、広島、広島、和歌山、和歌山、和歌山、そして名古屋、名古屋、名古屋、愛知か。ね、結構集まった。地図で見せるとこんな感じです。でも地図で見たらあんま埋まってない感じするよね。全然かも。こんな感じです。持ってるの、そう、九州は長崎だけです。
感じ。四国は愛媛しかない。まあこんな感じです。ちいかわは後でファイリングしよう。パシはねあんま帰省しないからね。でも帰省しないタイプなんで。続いてこちらガンプレ。誰かな。あ、ゆきさんだ。久しぶり。ダンプレ。最近コメントないよね。できないのかな。コメント。ゆきさん、ゆきさん昨日来てて、ダンプレ送ったよーってスケブを見せてくれてた。ゆきさん。できないのかな。ね、なんか超久しぶりだよね。でも昨日ねいてスケブで教えてくれたの。タンプラ送ったよーって。届いてるよー。なんだろう、フランフラン。すごいフランフラン行ったんだ。ゆきさん、まずはこれ。フレグランススプレー。途中でいなくなってた。嘘、昨日。どういうこと。なんだろう。ティー。そう、有名な人。そう、有名な方。え、てかこういうの届くんだ。すごい、本当にスプレーだ。フレグランススプレー、すごいね。こういう系初めてもらった。じゃーん。なんか意外とさ、あ、これいいんだってものが最近多い。部屋用。なるほどね。すごっ。お、吸いすぎた。超鼻に来た。超匂いきつかった。めっちゃ失礼なやつみたい。めっちゃ鼻に来た。振ったやつ全部鼻に吸った。また超匂いきついやつを鼻で思いっきり吸った感じ。いや、いい匂いなんですよ。直接吸ったらダメだ。あ、部屋がいい匂いになった。めっちゃきつかった、びっくりした。鼻に全部きました、鼻の奥に。使い方が違う。そうそう、こうやってねプシュってして、ここに散ったやつを全部吸ったら思いっきり。そしたら超鼻にきた。これ部屋用だもんね。ウェマンさんギフトありがとうございます。でもおしゃれな、なんか女の子の部屋の匂い。ローズ系なんとかティーだったよね。ティー、使い方間違えてるね。これ部屋に振るやつだもんね。でワンプッシュでめっちゃもういい匂い、この辺が。えい、プッシュしとこ。そう、でも吹いたものをすぐ吸ったらダメだ。でも超お部屋いい匂いになる。女子力だ。すごい。スーツフィットレア。ね。
確かに普通香水とかも吸わんもんね。空気中にさ吹きかけた瞬間に大きり吸ったら鼻痛くなる。これです。しかもイプシでお部屋がいい香りになるからさ結構匂い爪の。そしてこれ透けてるバッグ、透けてるトートバッグ。何入れよう、見られちゃう。透けてる。そう、香水かけたとこ歩く人いる。そう、それの私数バージョンした。今香水かけてさ通って、そう香水を空気中にかけてその下を通って全身に香水をなじませるみたいなやり方あるじゃん。それ私鼻でやりましたから今。気をつけてください、刺激。そしてイング、服だね。これイングって言うんですよ。だこういうフレグランス届くんだね、すごい。すごくない？ギリルールの範囲内なの、すごい。そう、イングって言うんです。これ読めないロゴ、ロゴじゃない、読めないって有名な。イング水色の服いいね、夏っぽい。シャツみたいな感じだ。そうそう、ザラザラ系もあるし、こういう可愛い系もある。本通りにあるよね。とスカート、ロングスカート、イエーイ、ありがとうございます。ゆきさん見てるかな。中に何か着て着る夏服、いい感じね。夏にぴったりだ。ありがとうございます。こんな感じかな。このポストカードも可愛いね。特に手紙はないか、これだけ。中に、そう、中に何か着て着るやつ。ありがとうございます、嬉しい。これ T、 スプレーが肌に触れないようにご注意くださいとか書いてるわ。肌についた場合はすぐに洗い流してください。ファブリック用のミストではありませんので空気中にスプレーしてください、ね、もう空気中にその、ね、なんか全部破ってる気するわ、注意事項。まあいいや。続いて、そう、めっちゃある今日プレゼント。宗広さん、鼻大丈夫、肌強いから。宗広さん出ました。足の長さにびっくり。ね、誕生日期間でもこれで一旦終わりかな。誕生日はちいかわでしょ、ちいかわ。
京駅丸の内横長だちいかわがの3種類3種類くださるパターンでちいかわうさぎ八割れそして E7 すごい電車系だね駅そしてこれははやぶさん東日本そう乗り物系とか駅系だ東京駅ちいかわ電車だね電車バージョンちいかわありがとうございます東京だね東日本そうありがとうございます後でファイルに入れますこれも宗弘さんありがとうございます続いてこれはあ届いてた横断幕だこれに入ってたのか届いてたー届いてたよー知らん鉄オタじゃないっす鉄オタじゃないっすってありがとうございますこれはテプラ使ってるんだけどテプラよねこれ違うこれテプラだよテプラ使ってるこれは手紙とか入ってないけどお話か入れてた方かな手紙きっとそうリアルお話会で服の写真を見せてくれてどっちがいいってそれのやつかなどうなんだろうこの前のリアルお話し会でそれかな、ね、そう幕張でそうどっちがいいってぶら下げててここにこんな感じ一袋目は二袋目はこんな感じ続いてうどむさんうどむさんから大量でこれね詳細も入ってるんでプレゼントのそうぶら下げててあそう物見せたらダメなんだっけぶら下げてて服の写真をどっちがいいって言われて青って言ったの青のワンピースってでもその後来た時に他のメンバーにも青のワンピースがいいって言われたから売り切れちゃったって言われたんですよだからないかなって思ってたんだけどそれかなこれはうどむさんのやつ資料付きです
そう、それはその方の話ね。そう、ちいかわ、これが拡大バージョンか。わっ、プレゼントの資料付き。ワンピース。ハロー。ということで開けていこう。まずはこちら、靴。オリーブオリーブの靴。で、白。かわいい、ワンピースの時に履けるね。ふんわり系だから。L、 靴、ありがとうございます。ね、ふんわり系じゃん。だからワンピース、かわいいワンピースの靴とかに履ける。白のブーツっぽい靴、ありがとうございます。オリーブオリーブね、合いそうだよね。ワンピースの時に履けるの嬉しい。ワンピースの時はさ、スニーカー履きづらいじゃん。なんかかっこいい系の靴とか。そして服ですね。あ、これはチコ、チコ、チコの服。私の好きな服屋さん、ワンピース、ハートのワンピース。多分すぐ着るから、私服、もらった服。ハートのワンピース、白、白と黒だ。でーワンピース、あ、水色もある。じゃーん、三色、三色、ブル、ありがとうございます。すごい、三色とも。黒と白と青、ありがとうございます。いいね、行き先によってさ着替えれる色。贅沢、同じ服をさ色違いで買うってめっちゃ贅沢じゃない？そんなことしないよね、なかなか。すごい贅沢、同じ服を色違いで持つとかさ、すごい。はーい、ありがとうございます。そしてスケッチブック、これも、これは日々使っているスケッチブック。実用性、ちいかわ。R の色違いはいらない。ちいかわと、モモンガのピン、ヘアクリップ、かわいい、今もあるんだ、ヘアクリップ、かわいい。これはガチャガチャのやつ、モモンガね。この前モモンガが出ませんでしたって言ったよね。
そしてこれもガチャガチャのやつ、これ最近のやつだよね、めっちゃめっちゃ見かける最近。最近見かけたこれ。開けたいけど結構ビニールが貼り付いてるタイプだ。え、チーカーとモモンガです。爪気をつけてねってね、これハサミと開かないな、後で開けようかな。別物ですよ、顔違う。ちいかわとちいかわのモモンガ、そうちいかわっていうタイトルじゃんアニメが、ちいかわのモモンガ、そう別です。そしてこちら、これはカードポケット、カードケース。お気に入りのカードや写真を可愛く収納できるミニバインダー。へえ。チェキとかいいね。推し活、何気にチェキいっぱい持ってるからチェキ入れようかな、私の好きなアイドルさんの。そしてラスト、タオル、マイメロタオルです。フェイスタオル、ありがとうございます。以上、たくさんたくさんだ。チェキケースね、チェキ買いに行かなくてもなんかネットで買えるランダムチェキとかを買っちゃうんですよ、たまに。その辺にパラパラ置いてるから、だから収納しよう。これに可愛いよね、絶対ここの窓から顔出せるやつじゃんね。今日多いよね、3袋でした。定期の青い袋今日はないね、さすがにまだスパン早い。そう、ランチェキ買ってるんですよ、たまに可愛かったら衣装とかがランダムチェキ買っちゃうんです、ネットで。たくさんありがとうございました。誕生日プレゼント、いっぱい誕生日プレゼントです。袋だけ送りましょうかって、いいよ送らなくて。青袋の方はレッスン着だからね、あれだよね、夏と冬とか春とか秋とかに送ってくれてる、半袖長袖みたいな。これ開けたいな。今レッスン着でも足りてる割と、そうだから、ね、頑張ります。そう、まあ足りてるよって感じです。そうそう、レッスン着、そうレッスン減ったけどね、そうツアー中はめっちゃレッスンあったから、毎日もう本当に洗濯そんなできないじゃん、なんかだからいっぱいあって嬉しかった。開いてくれ。ハサミがね近くにないので、あるかな、ないね、まあいっか、配信終わった後でいっか。
後で開けます。こんな感じでたくさんのプレゼントをありがとうございました。そう、刃物はダメですね。もう10時半ぐらいになるのかな。刃物ってそう、あとそう、まあいろいろ、22時22メール送りそびれたな。メールの宣伝してるのに、まあいっか。22時か、何時に終わろうかな。22時半ぐらいに終わろうかな。そしたら短冊ありがとうございます。まだ頭の中が生誕祭から切り替わりません。今日はお仕事、今日はなかった。お仕事したら切り替わるよ。でも7月になったけん結構切り替えれたな。なんか誕生日期間終わったって余韻はあるけどね。6月30だったからさ、生誕が次で7月になるからさ、脳結構切り替えやすい。そう、メールは10時までなんですよね。ちょっと早いよね。確かに0時がいいよね。ツイッターとか配信0時だからさ、七並べもメールも0時になったらいいよね。仕事中余韻ひたひたで集中できんかった、ダメなパターンやん。余韻で頑張れましたタイプじゃないの。余韻で頑張れるタイプじゃないと集中できんかったらダメだよ。グランママリカさん、ばあちゃんはね電話するかめっちゃ迷ったけど、この前誕生日祝いに行ったから、まあなんか今日誕生日の電話してもなと思って、今日はしてない。ビタミンさんありがとうございます。誕生日を祝ったかな。いろんなものちゃんと整理整頓してねって、いやそうだよね。もう今すごいことになってる。ここはお祝いできるし、まあまた帰る機会があったら会えるし、まあ電話はいいかなっていう。今年はけんけんぱーさん短冊ありがとうございます。背景すごいよ。そう、見えてないだけでめっちゃ荒れてるよ。ほらちらちらり。もうソファーから出れないぐらいある。こっから出れない、やばい。今日はすごく清楚ですね。そう、ナチュラルです。
後ろの雪がちょっと亀に見えてきた。確かにわかるかも。亀が両手広げてるってことでしょ。両手両足、顔、手、手、足、足、尻尾みたいな。村さんありがとうございます。リカちゃんでいいよ。ね、ちょっと本当に整理しないといけないね。まあ今開封したやつだからこの辺はまあ後でやるわ。ゴミ、今日ゴミ袋を大量に買って帰ったので掃除を。お腹空いてきた。カゴあるよ。今日火曜日？月曜日か。月曜日か。ね、ゴミ出し。ゴミの整理します。夜更かしはしないですよ。最近寝つきいいんですよ。昨日はなんかアドレナリン出て寝れない。ライブの後は寝れないんですよ。なんか脳がめっちゃガン起きてて、ガンガンに起きてて、ライブ後はなかなか寝れない。ライブの前とライブの後でも日常は最近はね、寝るの早いです。マイクがうるせえな。5時間しか寝れません。マジ超忙しいじゃん。メールの返事はそう X とかそのまましてもらっても届きますけど、あの返信ってやつで普通にメールに返信してもらってもいいし、 X でツイートしてくれたらすぐ見れる。リアルタイムで届けたいっていう時は X、 そのまま返信したら数日後に届けてきます。まとめてマネージャーさんが届けてくれるけど、あんま寝れんかったね。昨日はなかなか寝る遅かったです。今日は早く寝れる。メールの返事ができない。ツイッターはツイッターで雪理解に届けしてくれたら。こんばんは。夜中にすごい雨。でも私の家結構ね、防音すごいんですよね。そう、あんまり雨の音聞こえんかったかも。雨降ってるんかなってぐらい。マイクはさ、めっちゃうるさいけん聞こえるんだと思うよ。雨あんま聞こえないんですよ。雨聞こえない。マイクはさすがに聞こえるけど、車の音もあんまり聞こえないし、そう、結構壁ごつめ。メールの返信読んでるよ。すごかった。マジでも警報が鳴ってたもんね。すごかったんですよね多分。まあ夜だからいいじゃん。じゃあ終わりますかね、そろそろ。今日はレッスンが巻いたので少し早めにしてみました。私の部屋は上に部屋があるから雨音ほとんどしません。なるほどね。そういう感じでいくと一軒家とかだからうるさいのか。なるほどね。
じゃあ読みます。13位おてもちゃん、12位むねひろさん、11位ミニマロンさん、10位ひとしさん、9位理化学研究所さん、8位あきやんさん、7位クワトロさん、6位ロボリンさん、5位たけるくん、4位やするぱんさん、3位みきやくん、2位はっとりさん、1位うどむさん、ありがとうございます。そう、2時間した。おやすみなぎほっぺ。そう、少し鼻声、少しね。昨日ちょっとだけ喉やられた。で、朝はもっと鼻声でしたよ。朝鼻声っていうか低声、ちょっと低い。朝の方がやばかったけど、もちもちの音がする。ってことで終わります。おやすみなさい、早く寝てね。昨日寝れなかったって人が多いからね。朝はもっと声やばかったけど、もうだいぶ治った。おやすみ、おやすみ。